じゃこんにちは。さあ、豊さん、はい、予想屋です。予想屋豊さん、あ、はい、来ました。あの順位予想とかさ、はい、予想やめようよ。やめません。これはね、心痛いよ。まあそうですね、みんな一生懸命戦ってて、まあ、はい、勝敗はさ、はい、必ず出ることなんだろうけど、はい、昨年は9イニングで、うん、引き分け多くて、はい、6試合中4試合が引き分けっていうのが多かったですね。最高だったかな、はい、4試合引き分けなんか中途半端やなとか思ってたけど、うん、はい、今年は延長12回だからそんな引き分けないよ、ね、少ないやさそうですよね。だから決着とすれば2勝1敗とか、うん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 、そういうのでついていくだろうけどね。まあそうなってきますよね。ということで豊さんには、はいはい、開幕3連戦の予想をしていただきます。だからなんでえ勝手によくあるじゃないですか、開幕の予想っていうのは誰でもやるんですよ、どなたでも。だけどするいますね、います。今もいるのかね。いますよ、赤鉛筆で。あのボートレース場行ってみてくださいよ。たくさん、あ、いるんだ。たくさんも独り言を言いながらここに赤ペンつけてるおじさま方いらっしゃいますので、はい、今日は開幕3連戦、はい、まあ勝ち越しでもいいですし、あ、3立てあるよとかそういうのでもいいですし、うん、ちょっとセパ合わせてこれを予想していただきましょう、はい、じゃあまずはセリーグ、パリーグ混ぜながらいきますか。 それともセリーグ3、パリーグ3とかそういう風に分けます。どういきましょうか。じゃあどっちだっていいよ、やりやすいよ。じゃあセーパーでいきましょうか。 OK、はい、じゃあこの順で今あの、はい、見てるんですけども私表をこの順でいきます。セリーグ、はい、まず京セラドームで行われる阪神対ヤクルトです。京セラドームです、はい、場所は、はい、はい、森内はどう思う。私は阪神だと思います。理由はあれ、阪神ってもう先発決まってますっけ。藤浪じゃない、どうなんで藤浪投手で行くんですか。じゃあ藤浪投手対奥川投手ですか。いや、そうなったら違う違う、小川だよ。え、それも決まってるんですか。決まってる、阪神勝ちます。私はなんか佐藤輝明選手ホームラン打ちそうな気がするんですけど、ね、まあ昨年も開幕2戦目かな、はい、田口からホームラン打ったよね、バックスクリーンにね、はい、うん、まあ、それがプロ初ホームランで、うん、俺解説席から見てたんだけど、はい、まあそうだな、うん、まあ阪神有利だなかなって。うん、阪神有利っていうのはまあ地元大阪でやるしさ、はい、まあそれも踏まえて、うん、それとオープン戦の戦い方見てると、はい、やっぱヤクルトっていうのは最初はちょっと出足は悪いかなっていうふうに思うよね。ああ、うん、ちょっとまだやっぱこう塩見が濃厚接触者か、うん、になったりだとかしたからね。だからまあそこら辺での活動というのもできてないだろうし、うん、そういう意味では万全なのはやっぱ阪神だよね。なんかどの投手が来たとしても阪神、ヤクルト、阪神の打線がなんかちょっと元気良さそうに開幕ダッシュするちょっとスタート決めた。いやー、そうでもないと思う。俺はそんなに大差にはなんないと思う。俺は金さんだと思う。そっか、それは3連戦含めてそうですか。まあ2戦目、3戦目とか開幕からね、そんなに崩れることはないよ。ヤクルト側両方、全球団、全球団、そりゃさ、ここに照準を合わせてきてさ、うん、ね、ボロボロになる試合は DeNA の俺らがやってた時の開幕、うん、ヤクルト戦何だったの。初回一気に8点ぐらい取られたひどいですねひどいよ。あの西浦に三島が満塁ホームランを打たれた。あ、同じ法政でさ、はい、先輩後輩で西浦のが先輩で、はい、満塁ホームラン打たれて7点か8点かなんか一気に取られて、あ、中畑さんと言ってた時ですよね。そうそうそう、もうしらけたな。結構ファンもがっかりって感じになりますね。がっかりもいいとこだよ。そうか、まあそのぐらいだよ、俺の記憶はめちゃくちゃになったっていうの。そうか、じゃあなかなか、まあ、僅差になりそう。いや、僅差になるよ、僅差になる、うん、ただ、まあ、阪神の方が毎年のことだけども、うん、開幕に関してはなんか強さっていうのを感じるんだよね、うんうん、状態よく入ってくるという、はい、春先の阪神、はい、秋口のヤクルトみたいな、そういう構図でなんかこう阪神の方が開幕戦3連戦に関しては有利かなっていう。じゃあこれ2戦目3戦目ってなってきた時に、まあ、相手の先発ピッチャーとかもありますね。まあその先発の兼ね合いはあるんだろうけども、うんうん、多分奥川を神宮の開幕に持ってきてるんだよね、高津監督の頭の。じゃあ阪神戦では投げないってことになるんで、うん、高津刑事投手も多分ね、まあ、そこら辺の発表はないけども、はい、先発は小川、阪神の方は藤浪、そうだね、藤浪がハマったらなかなか打てないし、はい、でもひっちゃかめっちゃかになる可能性もあるし、うん、だけども、まあ、阪神の方がまあ若干有利かな。何勝何敗でどっちの勝ちになりそうですか。まあ
日本一だからね昨年、はい、だから2勝1敗3連敗はないと思う。お、2勝1敗でヤクルト違うよ阪神ですか、うん、あ一緒です私と一緒だ。なんで一緒にするんだろう一緒になったからってあれだろう嬉しくはないだろう別に。いやなんかちょっとなんだろうこの変な味がなんか あれみたいです。あの浜田さんのやってるあの A と B のあれで格付けの開けつで中に豊さんがいたみたいなあちょっと当たったかなみたいな。あそう、はい、私はなんか1戦目と3戦目で阪神勝つかなっていう2戦目ヤクルトは勝つっていう。まあねあんまり細かいこと言うけどやるからボケ通るからそうやめときましょう、まあまあ、ぼやかしてみましょうか。でも阪神有利っていうことだよね。オープン戦の状態とか、うん、いろいろその終盤こうコロナの接触者とかね、はい、出たヤクルトを考えると、はい、やっぱ開幕は阪神が有利と。わかりました、はい、続いて東京ドームで行われる巨人対中日です。はい、まあ、菅野と大野だよね、はい、で菅野の状態があんまり良くないんだよね。ただ打てない中日できっかけをつかむっていう可能性もあるけども、やっぱ立浪の初陣っていうことを考えると、はい、やっぱ中日が有利なのかなって、うん、オープン戦はあんまり関係ないって言うけど、うん、なんかそこから導くと状態がいいのはやっぱ中日なのかなっていうふうには思うよね。だからその巨人の打線がオープン戦でも打てなかったので、うん、ますます大野投手ってなってくると、うん、ちょっとこのままの状態だと不安だよ ね、うん、不安ですね。一方で中日結構オープン戦でつながりとか見せてるので打つ方法まあ、若干ね若干、うん、昨年よりは点を取れる期待感あるし、はい、うん、で大野が先発、はい、じゃあどうするのか打順をいじってくるのか、うん、でも大野は左バッターの被打率が高い、はい、だけど坂本、岡本、中田、ウィーラーとか、うん、まあ、そういうのを考えると4人入ってるというね、うん、まあ、でも大野の力、うん、そのバッターの力、はい、もう総平均だけどね衝撃だけど、だから被打率を考えると右バッターをよく抑えてるんだよね大野が、まあ、そういうことを考えるとやっぱ開幕っていうのはなんか中日に軍配が上がりそうな気はするよね。ただローテーションの組み方なんだよ2戦目3戦目ですよね、うん、2、3って両先発ってどうなってくるんですかね。特に巨人が分かんないんですよ。若手をねポンと使ってくるのかメルセデスで行くのか。メルセデス2戦目にした場合3戦目って、うん、まあ3戦目は若手使ってもいいと思うんだけど、で山口俊もあまり良くなかったからさ、オープン戦に、はい、なかなか使いにくいよね。そうですよね、うん、そうなってくるとちょっと巨人が見えてくる。だから中日はやっぱピッチャーいいわ。そうですよね。あだから、まあ、それだけに、まあ、中日の方が有利かなっていうふうに思う。何勝何敗いきそうですかね。まあ2勝1敗で中日かなっていう。さすがにあの巨人さん立てくれることはないと思う。そうですかね、うん、多分そこら辺はやっぱ巨人としてのプライドは許さないし、まあ、プライドだけで戦えないけどねそうですね、うん、さあ続いて DeNA 対広島横浜スタジアムで行われます、はい、これはね、はい、大瀬良にホームラン打たれなかったら、うん、DeNA が勝つよ。去年打ちましたからね、開幕戦ライトにな、はい、大瀬良もそんなにいいと思わないんだよね、今年。うん、あの破壊力のある打線でしょ、はい、あれがやっぱ炸裂しそうな感じがするんだよね。DeNA、うんうんうん、もうそうなってくると俺 DeNA の3立てあると思うよ。ここは3立てありそうですか、うん、場合によってはそうだな。だから大瀬良と森下をどうするのか、森下を広島の開幕に持っていくのか、はい、それによっては森下に当たらないっていうことを考えると大瀬良こけたら三立てあるっていう、うんうん、俺は思ってる、はい、うん、ただ不安なのは東が初めての開幕でしょ、はい、まあ、ここら辺で相当な緊張感あると思うんだよね、うん、まあ、そこで自分の投球ができるかどうか、はい、まあ、そこだと思う。逆に言ってしまうと今のそのいいと言われている DeNA の打算を考えると東投手は何点ぐらいまでだったら許してもいいっていうふうに考えながら投げていけば、まあ、3点許してもいいです。あ、3点許したとしても打線がその分っていう、その代わり7回3点6回3点じゃダメ、7回までは投げ切ってほしいんですね、うん、ということは広島はね意外と早打ちのバッター多いから、うん、ちゃんと制球よくポンポンストライクを取っていければ早打ちに来る、はい、あだから7回まではいける。あ、球数的にもですよね、うん、あ、そっかそっか。だからまあここら辺は DeNA が有利かなっていう、うん、ってな
ってくると2戦目3戦目は今度 DeNA は誰をピッチャーとして、まあ、大貫とか、うん、まあ、いろいろいるよ、はい、うん、だから、まあ、そこら辺はつないでもいいし、うん、中に入ったらつなげのピッチャーっていうのはたくさん持ってるしね、あそこ、はいはい、で力があるし、ボールに、うんうん、だから中継ぎ勝負になったら負けることはない、あ、そのぐらいやっぱり選手はいい、まあ、入江っていうのが復活したっていうのが大きいよ、そこで言えねえ大きい、うん、で三島もいるし、安明、エスコバ、うん、ね、とかいるし、はい、これは豊富にいる、ね、だから延長12回で戦っても平気ぐらいの、うん、ピッチャー陣はいると、うん、後ろもね、広島もやっぱりその末金、はい、新しい末金選手であったり、細野選手もすごくいいですし、まあそこら辺が躍動すればね、はい、まあ、三立てっていうことは絶対ないと思うし、うん、はい、だからまあそこら辺の若手に期待だよね、そうですね、うん、さあ続いてパリーグですけれども、はい、楽天生命パークで行われる楽天対ロッテ、楽天則本投手でロッテが石川投手、うん、ここ難しいな、これなぜ難しいかというと佐々木朗希がいつ投げるかだよね、これどこに持ってきます、何戦目に4ですか、まあやっぱりさ地元の開幕に持っていきたいよね、いや開幕を外すんだったらさ、はい、手の頭っていう風に持っていきたいよね、で、うん、それだったら石川、小島とかさ、あ、持ってくるのかなっていう風には思うしね、はい、そうか、じゃあ佐々木朗希投手は、まあ、次翌週の4戦目からゾゾマリンなので火曜の頭に持っていくっていう可能性はありますよね、そうか、そうなってくるとまた変わってきます、いやだから2勝1敗で楽天かな、それはやっぱ打線とピッチャーっていうのを見たときにですね、うん、だから出し惜しみしないでしょ多分、則本行って、まあ、マー君行ってもいいし早川行ってもいいし、うん、3戦のうちマー君が1つ投げるとしたら、うんうんうん、まあ、2勝1敗ぐらいで来るのかなっていう、日曜日田中投手もうデーゲームから外してやったらどうなる、いや本人がデーゲームの方がいいって言ってるのかもわからないけどさ、はい、だけどもう外してやったらどうなの、俺デーゲームって嫌いだったから、ああ相性あるんです、みんな嫌いだと思ってるねだけどまあその仙台の寒さとかさ気候だとかさ、うん、そういうのが慣れてるのはやっぱ楽天のチームだし、はい、だからまあそこら辺でまあ、楽天が有利かなっていうふうには思うので、まあ、持ち乗りというか、そうできるっていう、じゃあここは2勝1敗で楽天が、そうだね、はいはい、で続いて、ベルーナドームで行われる西武対オリックスです、西武対オリックス、はい、これってオリックスの先発がまあまあ開幕って山本投手なんですか、2戦目3戦目ってどうなってくるんですかね、まあ、宮城とくっつけてたよね、うん、でも途中から話したし、はい、でね西武の方が高橋コーナーじゃん、はい、高橋コーナーと山本の投げ合いって高橋コーナーの軍配がいいんだよね、勝敗が、はい、やっぱ去年でも土をつけてるのは高橋コーナー、あ、そうなんですね、あ、だからそういう相性ってあるんだよね、投げてる相性って、ということはこれもしかして初戦西武が取るっていう可能性が、うん、ある、うん、ということは西武が勝ち越す、おで多分この3連戦のうちのどっかで隅田が来る、はい、お、じゃあ3戦目日曜日とか、うん、可能性ありますかね、可能性ある、じゃあ例えばこれ1戦目2戦目で西武が2連勝したら3戦目に隅田投手とか、いやいやいや、もう最初から決めるよ、ああ、だからそうだな、湯田さんだったら何戦目持っていきたいですか、隅田、うん、まあ2戦目持っていっても面白いと思う、おー、高橋コーナーが右だけに、はい、次左を持っていっても面白いと思うし、うん、まあ、3戦目でもいい、そして左の宮城投手との投げ合いっていうのも見たいですね、隅田投手と宮城投手なんか、まあ、宮城は山本と話すような気がするけどね、3戦目もしくは4戦目頭とかですか、ね、うん、だから、まあ、早川が昨年3戦目に使われたように、うん、まあ、隅田も3戦目かなっていうふうに思うけどね、うん、なんか最初はそういうルーキーの投手ってちょっと、まあ、勝っても負けてもな、少し心に余裕がある場面で先発とかで投げさせた方がいいんです、連敗で、まあでもね、そこまでね、うん、チームの勝敗を気にして投げさせないよ、最初は、そうです、そんな責任ないもん、だってその試合が初めてっていうことになってて、はい、連敗できてようが、うん、そんな関係ない、もう錦を飾ってこいみたいな、あ、もうそんな感じだよ、そうなんですね、そこに気を使う必要はない、連敗してるから頼むぞみたいな頼めないよ、ルーキーだよじゃあここは西武オ
リックスは相性的になんかその西武っていうような気がする。なるほど、西武がどうですか、2勝1敗ってことですか。開幕結局勝つか負けるかで決まってきそうですね。決まってくる。負けたら逆になる、2勝1敗オリックスっていう。わかりました。さあ最後、ペイペイドームで行われるソフトバンク対日本ハム戦です。ここはどんな戦い方になるんでしょうか。どんな戦い方、はい、まずあの日本ハムが3連戦どのピッチャーで来るのかも。まずやっぱり伊藤大海で来るんじゃない。上沢投手ではなくて、多分上沢はでも続ける可能性もあるし、うん、新庄監督だったら札幌での開幕で持ってくるかもわからないし、はい、だからこれはわからないけど、危険性が含まれてるのは日本ハムの3連敗だよね。そうですよね。オープン戦の時決めかねてるということと、はい、やっぱりいろんなことをやらせすぎて落ち着いてできるのかっていう、うんうんうん、それとチーム内の競争がすごく激しい、うんまあ、ソフトバンクだね、はい、もうここ一気に来ると思う。ソフトバンクは千賀対3連勝の千賀投手、うん、あと石川投手とかも可能性もあるしね、うん、だから逆に言えば確実に勝ち越しとかなきゃいかん。あ、ソフトバンクとしてはってことですね、うんうん、あとまあずっとその上位にいて勝ち方とか勝つことっていうのをすごく知っているチーム、知ってるだけに怖さがあるんだよね、うんうん、やっぱビッグボスみたいなチームに当たると勢いと何を仕掛けてくるか、そう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 、やっぱりそういう不安もあるよね、はい、だからまあそこら辺を見るのも楽しみだし、これ逆になるパターンもあるんですか。ソフトバンクが勢いづけて3連勝の逆パターン、まあピッチャーが頑張る、そうなったら日本ハムが逆に3連勝っていう、うん、だから結局ノリの野球なんだよね今は、うん、実力の野球っていうよりはわっしょい野球なの、はい、だからわっしょいわっしょいが出てきたら、うんはい、そらビッグボスはそういう雰囲気を作るのうまいから、 そうですね、それがワンチャンハマれば、うん、三立てっていうのもありますよね、みたいな。千賀っていうのはなかなか打てないっていうのはまあビッグボスも分かってるし、はい、何か仕掛けてくるだろうし、うん、これが仕掛けがはまったとしたらさ、それはやっぱこう落ち着いて野球ができなくなる。だから勢いついたら日本ハムがその勢いでだって行く可能性もあるけども、でも普通に考えれば、はい、平たく考えればやっぱソフトバンクの方が有利だよね。なるほど、はい。さあまあね、これ全部6試合の開幕3連戦の予想をしてみましたけれども、そうだね、何ですか、どうしました、おお、何ですか、多分そうなる何ですか多分でも申し訳ないな、こんな予想してなそうですね、でもどこのファンのチームの方も野球ファンの方はやっぱりこの3連戦、まあ 予想皆さんしますよ、予想、まあ、そうだね、はい、なので、はい、ちょっとどんなにこの予想が当たってるのか、はい、ちょっと注目しながら、そうだね、はい、見ていきたいと思います、はいはい。